あの、私ですね、あの、先週、あの、卒業旅行、卒業旅行、騒いでおりましたけれども、行ってまいりました。で、まあ、結局ですよ、リスナーさんにさ、いろいろ聞いたじゃないですか。ホッサマグナ博物館とか、石の博物館とか、カブトガニ博物館とか、で、結構私、やっぱり、その、何十億年前の石の博物館やっぱいいんじゃないかと思って、 あの、温泉とかもあったらいいなと思って、友達に、あの、言ってみたんですよ。そしたら、あの、札幌市内のホテル戻っちゃったんだよねって言われて、軽くあしらわれ。<laughs> え、じゃあ、え、朝日川とか行けない感じって、っ粘ってみたんだけど、なんか、なんか今回の目的は雪祭りだからって言われて、<laughs> ガーンみたいな。札幌市内から出ることを許されなくて、 結局まあ友達に任せてたから、全部。それに乗っかった感じだったんで、まあ変更聞かず、せっかくリスナーのみんなにいろいろ募集したんだけど、結局札幌に行くことになって。まあでも、札幌確かに何回も行ったことあるんだけど、同じメンバーでも前も行ったんだけど、卒業旅行。でも雪祭りは行ったことないのよ。で、あ、雪祭りかと思って、確かにこれは行ったことないし、いいかもしれないと思っていろいろ調べたところ、 まあ、私たちのその目玉的には、あの、雪の、なんていうの、お城みたいなのに、建物に、えっ、ー、と、3D の投影をして、そう、立体的にね、その、雪の建物を浮かしたりとかするっていう。なんかよく汐留とか、こう、東京駅とかで、その壁に映像を映す、なんか、ウォールアウトみたいなの、やってたじゃないですか。まあ、あんな感じのの雪バージョンっていうのが、まあ、今年結構、 取り上げられるよ、みたいなのがあったりとか、あと、その、大通り公園じゃなくて、津ームっていうところにも会場があって、その津道無の会場で、その雪の滑り台があって結構大きな。で、それが結構楽しい。ソリみたいなの滑るからすごい楽しいみたいな紹介があって、まあ、この二つが結構楽しみだなって思って、まあ、札幌でも、よし、まだやってないことあるぞって思って、結構楽しみになってきたんですよ。 で、よかったと思って、まあ、たった一泊二日だけど、楽しもうと思っていて、で、前日にメールが届いて、明日9時半に成田第二ターミナル集合だよハートって来て、えって思って。成田これムチ間違いだろうと思って、え成田って送ったんですよ。そしたら、え成田だよって普通に来てテンション。えって思って。 成田から新千歳行くのっていう。羽田じゃなくてと思って。そしたら、なんか、そのプランが送られてきたんですよ。旅行の。そしたらなんか突撃みたいな。成田発で行ける、なんかすごい格安プランみたいな感じので、いわゆるまあザ・卒業旅行みたいなプランだったんですけど、成田からある、あるみたいで、今は。まあ、それでまあしょうがないと思って、卒業旅行だからって思ったんだけど、 よくよく考えたんですよ。みんな、私以外、5人で行ったんですけど、私以外みんな埼玉方面で、みんな電車で待ち合わせしてて、一緒に行けるから、その、まあ、1、2時間かかるんですけど、成田まで。いいんですよ、旅、一緒にできるから。私だけ、一人で、あの、2時間、お家から、一人ぼっちで成田まで行くっていう、すごいもう、出だしからショッキングで、なんだしって。成田で9時半待ち合わせって言ってるけど、 私だけじゃん、一人なのって思って。みんなまあ、ほぼいい家からさ、一緒に出れるわけよ。電車の中も楽しくさ、ワクワクできるわけよ。そりゃ楽しいですよ、と思って。私は一人で2時間寝ないようにと思って、遅れないようにと思って行き,行きましたと。まあ、そしたらまあ、なんか、飛行機が、なんか、遅れちゃって、なんかね、の飛行機では寝てたんですけど、寝て起きたら、まだ発車してなくて。 びっくりで。えー、みたいな。結構、あれ私、よっぽど疲れてたのかなって今の眠り5分ぐらいなのかなって思ったんだけど、携帯とか電源切るじゃんなんか時間がわかんなくて。え、でも、ちょっと今の眠り5分とかじゃないけどなって思ったら、着いたら45分遅れで着いて。は <laughs> ーやっぱ、それ、あそこで結構止まってたんだな、7リタでと思って。まあ、そんな困難があって。もう、ンチソセ空港に着いた時には家出てから6時間経ってて、 もう、ぐったりで。結構海外行けたなと思って、これなら。成田からね、グアム往復できるあ、そんな、グアムってそんな近いの ?3 時間。あ、そう。そう、もうなんかちょっと海外旅行気分になってきて、だんだん。あの、周りの方も成田からだったから、なんか外国人の方も多くて、そちょ、ちょっとした海外旅行気分だよね、飛行機の中。で、やっと着いたと思って。で、まあ、とりあえず、 新千都政からさらに札幌まで1時間ぐらいかかるわけですよ。で、それで行って、で、そこから札幌からさらに地下鉄で中島公園ってところまで行って、そこにホテルがあって、で、ホテルも、もう一応格安プランだから、もう諦めてたんですよ。なんか、ダブルベッド、前高校の時は、そういうなんかやばいプランで、あの <laughs>、格安プランで、あの、ダブルベッドにソファーベッドみたいな5人だとね、で、1部屋みたいな感じで、 もうじゃんけんで、もう争うみたいな、寝る場所、って感じだったんだけど、今回は、それがね、和室と洋室があって、和室に3枚、布団敷いてあって、洋室にベッド2つみたいな。これは、良かったと思って、ちゃんと寝れると思って、それが本当唯一の救いみたいな感じで、良かったって思って、ちょっと、ホテルで一回ゆっくりしてから、荷物を置いて、でさあ雪松に行こうって、ホテルに出た瞬間に、めっちゃ吹いてて、 えって一回ホテルの中に入ったんですよ。ってどうするでも一泊二日だよって。もう今日しかないよってなって、吹雪の中出てったんですけど、めっちゃ寒くて。で、私たちももちろんマイナスだってことは知ってて、気温が。すごい暖かい格好してきたんですけど、もうヒートテックとかも着込んで。だけど、こんなに吹雪てると思わなくて、もうデジカメとかも持ってったけど、吹雪すぎてて、 撮れなくて、全然。で、雪祭りに行ったはいいんだけど、全然写真は撮れなくて。でも、本当に大きくて、想像よりも、雪でできた、あのー、なんていうんですか、彫刻みたいなのがすごい大きくて、すごい規模だなと思って、だから3丁目ぐらいから歩き出したんですけど、とにかく足元が危ないと結構アイスバーンみたいになってて、滑っちゃうから、すごい下を見て歩いてたんですね。だから、 雪祭り、次のに着くまで、ずっと下ばっか見てたから、あんまり周りの景色覚えてなくて。<laughs> <laughs> あの、次のに着いたら、また見ておーってなるんだけど、立ち止まってられないんですよ。人もものすごい美いしい吹雪いてるんだけど。で、まあそれで見てて、で、ようやくその目的の 3D のに到着して、これが私たちの目的と思って、ものすごい人がいたんだけど。まあ、見れて。でも、 ふぶいてたから、ちゃんと写真とか撮れなかったんだけど、なんか友達は強気にあ、あの、iPhone とか取り出してて、なんか、ムービーを取り出したんですよ。そのムービーを見てたら、肉眼で見るよりも、ムービーで撮ってた色味の方が濃いめで <laughs>、良くて、あれみたいな。肉眼で見るとやっぱふぶいてるし、うーんー、なんて言うんだろう、雪に投影してるからなのか、ちょっと色味が淡いのね。だけど、なんか携帯とかで撮ると、 あの、色味調整とかが自然にされるから、あの、結構ビビッドなカラーになってて、<laughs> あこれよくテレビとかで見るやつ、みたいな。テレビで見たりとか、YouTube で上げてるの見た方が、もしかしたら綺麗かもしれないなっていうのを、吹雪の中で凍えながら、うーん、そうかもって思いながら、まあ、とりあえず見終わって。でも、目的は達成されてよかった、なんて思いながら、そしたら友達がなんか知らぬ間に甘酒を買ってて、自分の。そしたらその子はその、 5分後ぐらいに、あの、雪でこけて、それ全部こぼしちゃったりとか、もうなんか大、いろいろ大変だよもうみんな、結構くじけそうになってんのに、吹雪で、もういろいろ、私は豚汁を買ったんだけど、食べる場所、もうテントの中なんだけど、テントの中も、もうマイナス4度ぐらいで寒いの、もう。耐えられなくて、もうガタガタズって震えながら食べて、でもほんとその300円だったんだけど、屋台の豚汁。もうそれが、一番いい思い出かも。雪祭りで、寒すぎて。で、それで、 まあ、とりあえず帰って、で、なんか、お風呂、もうなぜか、ホテルがのお風呂壊れてて、カランが出なくて、お湯ためられなかったんだけど、<laughs> <laughs> <laughs> 次の日は、その津道ムに行こうってなって、次の日は晴れたんですよ。で、マイナス2度ぐらいで。で、晴れてんだけど、わけわかんないの、青空のように雪が降ってんの。でも、わけわかんないなって思いながら、やっぱ札幌すごいわって思って、津道ムまで行って、 で、滑り台まで到着したんですよ。そしたら1時間待ちで、もうくじけて雪降ってるし、もう1時間は無理だわってなって諦めようってなって、とりあえず隣に、そう一番すごいやつじゃないんだけど、まあ、同じような滑り台があって、半分ぐらいの高さの。それが15分待ちだったから、それに乗ったんですよ。もうそれでも十分楽しくて、めっちゃ叫びまくって、あのー、 でも、あの、雪の滑り台だから滑ってる間に雪が削れてめっちゃ雪がついて、ジーパンがびっちょびちょになって、もうそれで結果めっちゃ寒くなって、周りを見渡したら、そういえば周りの子供たちはみんなスキーウェアで来てて、なるほどと思って、ここはジーパンで来るとこじゃないんだって思って、あー、札幌、 なんか3月にね、前行ったの卒業旅行。その時は、なんかニット帽とか被ってたら暑ぎすぎて、なんか恥ずかしいぐらいで札幌の人みんな薄着だったの。でも2月は全然違うんだなと思って、もうなんか、それでだからなんかウォーターサーバーのなんか、展覧会の中にウォーターサーバーを出してるよ。 そそそれれがががなんんか試飲できてそのココアが無料だだったんだけどそれがもう本当に救いで心の <laughs> もう無料のココアに救われたってみんなで言いながら、都道も後にして、もうジーパンびしょびしょになりながら。だからなんか結構過酷な卒業旅行になってしまったんだけど、まあ、一番良かったのは、まあホテルでの、まあ恋バナだったり、なんか夜ご飯を食べながらの、 あの、近況報告とか高校の時の、ま、おバカな思い出話とかが、すごい楽しかったなって思ったから、ま、実際それだったら、箱根とかでもよかったんじゃないかなって思いながら、近場でよかったんじゃないかなってちょっと思ったんだけど、でも、みんなで、新千歳空港帰りにね、みんなで来れてよかったね、みたいな。ほんと、みやも来れてよかったねって言われたの。で、その時に、 親友ちゃんがね、私の親友ちゃんが、あれでもさ、みたいな。最初さ、みやのこと誘ってなかったよねって言われて、えそうなのみたいな。いや、なんか、来れないと思って、誘ってなかったんだよねって言われて、それがほんとショックで。